町内の蕎麦畑朧加内町は、北海道上川管内西部にある町。もともとは、旧、空知市町の管轄であったが、隣接する上川管内との結びつきが強いことから、2010年4月1日に、施行された北海道総合振興局及び振興局設置条例において、上川総合振興局に管轄が移動した。町のキャッチコピーは、 回帰100年を迎えた1997年制定の森と湖と白い大地無ロマン2世紀へを現在も継続して使用している町としては北海道で最も人口が少なく2015年の国勢調査では人口密度が日本一低い町である市町村全体でも福島県南合津郡日野江又村奈良県吉野郡上北山村に次いで3番目に 人口密度が低い。町の南部を流れる、現在の幌加内川のアイヌ5名、他内に由来し、本流のウ流川に対して逆方向の流路を取ることによるがである。上川管内の最西部に位置する。南北に長い地形で四方を山に囲まれる。長北部には、日本最大の人造湖、朱鞠内湖があり。そこから石狩川、水系ウ流川が南流する。 1>, 1月の平均気温摂取8.9度、2月の平均最低気温は低、摂取15.4度と非常に寒い地域で、1978年2月17日には、町北部の母子里にある北大円周林で、戦後の国内最低気温となる摂取41.2度を記録した。母子里では現在でも観測が行われている。なお、最低気温の日本記録は、 隣接するビフカ町での低接種41.5度である。また、シュマリナイ地区では低接種20度以下の日が道内でも非常に多い。全国一寒いと自称する陸別町と比べて、玄関期の最高気温が低接種4度ほどと低く、日中の気温が上がらない。年平均降雪量は1348センチメートルと非常に多く、国に特別豪雪地帯の適応を受けている。 降雪は12月と1月に多く、積雪が深くなるのは2月や3月頃、過去最新積雪は2018年2月25日に観測された 326cm。2015年12月27日には非降雪量が 120cm を記録した。2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人工例人の消滅集落となっている。 町長藤原製麺製造の関連、滅かない蕎麦機関産業は、農業、落農、蕎麦の産地として知られ、作付け面積、収穫量ともに、日本一。なお、2005年度の都道府県地価調査によると、調査対象住宅地で、日本一地価が安い地点が、自主マリ内6400の14にある、2011年までは、深川警察署が管轄していた。 超立幌かない農業高校として開校1978年の校舎改築と同時に校名も北海道幌かない高等学校に改められた。この高校では必修科目としてそば打ち授業が設けられている。旧新名泉シュマリナ駅前、幌かないの冬は雪深い。かつては北海道旅客鉄道新名泉が通っていたが、道路の整備による自動車の発達、 さらには、人口減少で赤字となったため、1995年9月4日に廃止され、後日のバスに代替された。この他島利内駅と羽幌駅を結ぶ縄線が建設されていたが、国鉄再建法で工事が中止となり、開通には至らなかった。また、滅かな駅舎については廃止後も保存していたが、廃線から4年半が経った2000年3月に火災で消失した。 新名線廃止後、現在は鉄道を引き継ぐバス路線として JR 北海道バス新名線が運行されており、深川市及び名寄市との間を結んでいる、幌かない市街にはスターミナル機能を兼ね備えた、幌かない交流プラザが設置されている。このほか、町民や町内に日常用務を有する人に限定した自家用有償旅客運送、ホロ号が、 町内と旭川市とを結ぶ形で運行されている、清和温泉、ルオンというの露天風呂、湯そのものは、無色透明だが、湯の花により気化色になる、滅か内町新蕎麦祭り、ありがとうございます。